ご紹介があったんですけれども、こちらのきらめく昆虫という本です。先週出た新刊です。著者は丸山宗子先生という方で、九州大学総合研究博物館の先生です。で、丸山先生と2011年にソゼミという別の虫の写真集を一緒にご一緒したんですけれども、それが好評だったので、また次は虫の方やりましょうという話は結構早くからありました。しかし、それでその昆虫というのは、カブトムシとかコガネムシとかテントウムシとかいう硬い体を下虫のことを言うんですけれども、その昆虫をテーマにした本にしようっていうのを結構早くから言ってました。ただその昆虫というだけでは面白くないので、やらなきゃいけないのがいいテーマがないのかなっていうのをちょっと探しているまま数年が過ぎて、で去年丸山先生は昆虫写真書の昆虫はすごいという本が11万部のベストセラーになって、すごい忙しくなっていたんですね。で、私たちの企画はどんどん実現が遠のいていたんですけれども、ちょっとこれはまずいなと思いまして、今年の1月に改めて打ち合わせをしたところ、原山先生が美しい昆虫だけを集めた本ならできるかもしれないといういいアイデアを出してくれたので、それをもとに半年かけて作ったのがこの本です。この本では、世界の昆虫の中から金属光沢が美しいものとか、珍しい模様を背負っているものとか、色合いが素晴らしいものを200種厳選して載せています。おすすめポイントはいろいろあるんですけれども、まず撮影方法が特殊なんですね。普通写真を撮るとピントが合ったところとちょっとぼやけた部分ができるのが普通なんですけれども、そのピントが合った部分だけをコンピューターソフト上で合成して、全部ピントが合った部分だけがある1枚の写真を仕上げるという深度合成法という方法を撮影法で撮られています。それなので、虫の毛の一本一本まで鮮明に写っていて、まるで虫がそこにいるかのような写真が載せています。それから、これも撮影なんですけれども、ライティングにすごいこだわって、例えばこのこれ金銀コガネっていうんですけれども、この金銀コガネとか、あとプラチナコガネっていう名前で検索すると画像がたくさん出てるのですが、もっとその鏡みたいなギラギラした輝きのものが結構出てくるんですね。きらめくという意味だと、もしかしたらそちらの写真の方がいいと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、原山先生はその自然の光の中での、光の色合いの再現にこだわっていて、だからもし皆さんが森の中でこの虫たちに出会った時には、こういう色合いをしてますよというその色を出すために工夫しています。そういうふうにこだわって撮影したので、それを生かすためには印刷とか製法にもすごくこだわってます。紙はまず高級な、アート紙というのを使っているので、この本は、ソフト版なので80ページしかないんですけど、結構文字が重いんですよ。それは紙がいい紙だからなんですけれども、あと、インクも発色のいい特殊なものを使っています。で、そういうすごく発色のいいもの同士を合わせているために、不自然な色が出すぎないように、この写真一点一点について色合いをコンピューター上で微妙に調整して、不自然な色にならないよう自然な色合いが出るようにと調整しています。ということで、ちょっと本の作りのことばっかり説明して、あんまり中身のことを言ってなかったんですけれども、中の写真には、一個一個、説明と、あと、短めのコメントをちょっとずつ載せていますので紹介します。チリオサムシの仲間のところには、宇宙から見た地球のような青を載せてます。アラメイドリフトタマムシのところは、仙人のような味わいと書いてあります。あとは縦島茶帯宝石ゾウムシのところは、サムエやジンベエにありそうな和の装いと書いてありますが、どういう柄なのかはぜひご覧になっていただきたいなと思います。あとは昆虫のトリビアもいろいろ載っていて、こういう綺麗な色ですけれども、この虫は全部標本で、もう死んだはずの虫なのに、なんで今でもこういう色の、輝きを持っているのかとか、そういう秘密が書いてあるので、ぜひ読んでみてください。はい、ありがとうございました。それでは質問のある方は挙手を。写真関係の人間なんですごい気になるんですが、一手の星をまず撮影されたんですか？あ、
それは全部共感です。はい、でもかなり撮影自体、本当の大変ですよね。かなり時間かかったかな。いや、もうこれは数日で集中して、全国から標本を取り寄せて、それを一気に。で、その検索っていう、この虫の形を整えるのが大変なんですけども、その、上手な人を東京から福岡に呼び寄せて、検索してもらって、それをすぐ撮影するということで、200周年を進めて、数日で終わりました。それは虫の形を整える職業なんですか？職業じゃなくて、ただ技術的に上手な人がいるからですありがとうございます。それでは次の質問。200種のうち日本で見られる虫って何を見せてこられるか？そうですね、あんまりないんですけど北海道で取ったカサムシなんかが多分10ぐらいですかね。あとは結構世界中から集めています。ありがとうございます。それでは次の質問とか。すみません、実際に中身を見ろという話なのかもしれないんですけど、図鑑とかだと1ページに何匹も載っているんですけれども、それは1ページに1つそれぐらいの割合なんですね。1ページには大体見開きで10ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。もうなく時間になりますので、前田さんはこれで終了したいと思います。ありがとうございました。